ミリブラチャンネル始まるよ。ですね、今日の企画を説明します。今日は店長コニタンドッキリということでですね、今からこのカウンターのに飾ってありますこちらの、キャノンデールのですね、大変お高いんですけど、80万円する大変お高いフレームがありまして、何でしたっけ、そう、スーパー 6A5、ハイモントのライトバー、リミテッドエディションだそうです。これは限定モデルでして、世界に200本しかない非常に貴重なフレームでございます。こちらですね、今からお店からなくしたいと思います。朝店長が来たら、この大変お高い貴重なフレームがなかったらどうするのかみたいな、ちょっと検証をやっていきたいと思います。はい、ちょっとコニタの様子を隠しカメラで撮影していきまーす。はい、こちらキャノンデールのスーパー 6A5 ライトバウリミテッドエディションフレームね。これ実際に今現在店頭で販売を行っている、うちらの51のサイズのフレームは日本で3本しかないうちの1本をリベレが所有しているみたいで、こちらシリアルナンバーがございまして、こちらですね、はい、200本あるうちの140本目のこちらフレームでございます。あー、綺麗なフレーム、これが今からなくなります。私の方がちょっと早く来てですね、カメラを仕込んで、どっかに隠れて、で、コミタのリアクションを撮っていきたいと思います。ではおはようございます。はい、今ですね、店長よりも先に出勤することに成功しました。店長が来るのをちょっと隙間から覗きつつ、コニタンが来るのをちょっと待ちます。一応隠しカメラは仕込んでいて、この棚のここにあるので多分気づかないと思うんですけどね、こんな感じで気づかないと思うけどな、気づかないと思うけど、ちょっとバッテリーも多分 GoPro なんでそんな持たないんで、コニタンが来るのをちょっと隙間で伺いながら、来たなと思ったらオンにして私は隠れたいと思います。今日も一応従業員用の駐車場があるんですけど、にも止めずに、荷物もあったらバレるから荷物も隠して、鍵も閉めてるんで一番乗りだと思って来るはずなんですよね。で、出勤したら壁にいつもかかっているはずのハイモットがないとなかった時にどんなリアクションするのかなっていうところを抑えれたらいいなと思ってるんですけど、どうすんやろか、ないことにまず気づかない可能性もある。で、まあ昨日私と松井くんが最後に店を閉めてるので、二人のどっちかがね、取ってったって可能性を考えるのか、どんな盗難にあったのかなとかね、どんなリアクションをするのかなって、コニタンのリアクションをお楽しみに。
嘘びっくりしたー。ポニさんはさ、あのお店に一番に来ましたよね。来ましたね。なんか気づかないですか。え、なんか気づかないですかね。なになに。店長としてなんか怖い怖い、知っとけばならないことがあるはずなんですけど、あ、なんか気づかないですかね。ないですね。何がないんですかね。ライトバーがないですね。あれ、お店で一番高級なフレームがなくなってることになんで気づかないんですか。ねえ、なんで気づかないんですか。何のドッキリやねなんで気づかへんの。気づかないとこの動画ボツになるんですけど。ねえ、この店で一番高級なホイールじゃないわ、フレームがここないじゃないですか。ここほらほらほら、どうするんですか。全く気づかなかったです。なんで気づかない。いつ気づくつもりやって。私ずーっとお風呂場に隠れとったっちゅうねん。そうや。ずっと隠れてて、あのずっとここでカメラ回せて、ネコルタンがうわないどうしようってパニックってる姿を収めようと思ってやってたんですけど、あの一向に気づかないって松井くんからずっと LINE 来て、気づかない気づかない、気づくように言ってって言ってるんですけど、あの気づかなくて、あのもうびっくりさすことにして出てきました。あの気づいてほしかったです。店長として気づいてほしかったです。ここに何もないんですよ。何もなかったら1週間ぐらい気づかへんかな。聞きたいことがあるんだけど、もしなかったとしたらな、なかったとしたらさ、どうしてた。なかったことに気づいたらどうしてた。とりあえずみんな連絡かな。連絡え、ないねんけどって言って、知らないけどってなったらどうしました。どうしましょう。そのシーンを撮りたかった、そのシーンを撮りたかった。ということでですね、今回のドッキリはですね、ちょっと軽く失敗ですけども、結果店長はないことに気がつかなかったでした。ということで、あの皆さん、あのここにはまたあの飾る予定です。キャノンデールのハイモントの高級フレームでございます。ぜひ皆さん見に来てください。あの販売してますので。よろしくお願いします。これからちゃんと多分確認するんちゃいますかね。あ、そうですね、これからはきっと毎朝ここにあることをきっと確認すると思います。はい、店長なんでね。はい、ご安心ください。ということで、このチャンネルが面白いなと思ったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また次回。